デッサの戦いの勝利によって地上での戦局を盛り返した地球連邦軍は徐々に地球上での制圧権を取り戻していく。そしてそれに伴い第三小隊にも次なる任務が下された。ジャブロー防衛後のそれにより戦無駄な戦い、しかし貴様ラリ、嘘だと、嘘だと言ってくれラリー。なんであの時ラリーを止めたんだ。マット隊長、敵は目の前にいたんだ。ラリーは撃てたんだ。それをあんたが投降させろって、あんたが止めさえしなきゃ。くそー。第三小隊は補給作業が済み次第アジア方面への出撃命令が下る。これが本部からの指令だ。ただしラリー少尉の死のこともある。戦力的理由としてこの命令を白紙に戻すことも可能だ。俺は行くよ。アニシュ、ジオンの兵を皆殺しにするために。一方、オデッサの敗戦後アジア方面に逃れた、そしてその他勇気、五条、勇気は私をかばって私のせいで。隊長、喋るな。隊長、メイさんだけは空へ連れて帰ってあげてください。お前、隊長がメイさんにご自分のお嬢さんのことを見ていたの知っています。だからこそメイさんだけは空へ。いいから喋るな。早く止血を。アジア方面軍にはまだ打ち上げ可能な HLV が残されているはずです。それを使って空へ。空へ帰るときは全員一緒だ。ケン隊長、ありがとうございます。勇気、勇気、これは戦争だ。しかし、だからといってそんな言葉でごまかすことができるのか。この血の償いは誰が受けるべきなのだ。誰にこの報いを。連邦軍全ての兵にこの血の代価を払わせてやる。自分の判断ミスによって部下を死なせてしまったマット、そして勇気の死の代償を求め復讐期と化した剣。仲間の死の代価は彼らに思いの行き着く先を与えず、運命は互いの力によって二人を戦場へと誘う。
決意。戦いを早く終わらせるための戦い、俺はそれを信じてきた。しかしそのために部下の命を危険にさらしているのだとしたら、そこに俺の目を教えてくれ、ダリ
いが容赦はしないぜ。血を流させないでくれ。命の代価をあがらえ、貴様の。脇が甘いな。悪いがやらせてもらうぞ。俺はこんな。
任せてください。 HLV 射出開始。なぜだ、なぜラリーの敵を撃つのがいけないんだ。憎しみは憎しみしか生まない。本当は分かっているはずだろ、アニシュ。だからお前は撃てなかった。いや、撃たなかったんだ。隊長、連邦のモビルスーツがまだ。我々のここでの役目は終わった。連邦のパイロット、俺たちは仲間の死を忘れはしない。血の代価を払わすまではまた次の戦場で会うことになるだろう。俺たちの任務はまだ続行中だ。奴との決着は必ずつけることになるだろう。
連邦軍 MS 特殊部隊第三小隊マット・ヒーリー、ジオン外人部隊ケンビーダーシュタット、常に危険な任務をこなし、苦しい地上戦を勝ち抜いてきた2人の兵士は互いに生きるための戦いの道を歩んでいた。仲間の死という形で思い知った戦争という名の現実。それは希望を捨てずにどこまでも生き抜こうとあがいていた彼らの胸中に何を刻んだのか。それでも二人は戦うことをやめなかった。自分の信じる戦いに対する思いとともに、流す必要のない血は流さず、敵味方関係なく一人でも多くの人間が生きるための戦いを貫こうとするマット。それに対し仲間の死に対する代償を求め、仲間をこれ以上死なせないためにも敵に対する情けをかなぐり捨てたケン。そして二人は己の答えを胸に秘めつつ、戦場という舞台でその激突の時を待っていた。領有決戦。程度でやられるわけには。
どんな困難があろうと俺は生きる。違うんだよ。俺を舐めてたら痛い目見るぜ。こいつ隙だらけだな。やらせてもらうぜ。やってくれるじゃねえか。俺は生きるために戦う。死にたくなければ前に出るな。一つ手合わせ願おうか。皆さん、なんて威力だ。にも分かっている。ほざけ。違う。本当の勝利は。Yeah.
引いてくれなければもう手加減はできない。こいつ悪いが、もう少しお相手してもらうぜ。俺は生きるために戦う。死にたくなければ前に出るな。脇が甘いな。悪いがやらせてもらうぞ。落ちろ。
Thank you.
ておきな。お前さん、思想が出てるぜ。たまには熱くなるのもいいだろう。バーニングファイヤー。さっきから何をしていた。マットヒーリーとケンビーダーシュタット、生かすため、そして生き残るために戦い続けてきた二人の兵士の根底にあったものはどれだけ違うものであったのだろう。連邦とジオ、それぞれ違う立場において仲間の死を悼み、そしてこれ以上悲しみを増やさないために戦ってきた結果の果てが二人の激突だった。戦場において己の答えの行き着く先を彼らは共に求めていたのだ。そして互いの答えが決まる瞬間、それは起こった。終戦協定が結ばれました。これにより地球連邦とジオン共和国との間には、全チャンネルに同時放映されているんです。グラナダで終戦協定が調印されたって。終わったんです。戦争が終わったのか。俺たちの戦争が俺たち、今俺は敵である奴のことを俺たちと言ったのか。ならば戦いが終わった今、俺たちにできることは何だ。戦いが広げた憎しみを超えてやるべきこと、それは兵士としてではなく俺個人として名乗ろう。マット、俺はマットヒーリーだ。ケンビーダーシュタットだ。憎しみは何も解決しない。隊長のこの言葉がどうしても頭から離れなかった。それはアニッシュ自身で正しいことだって分かってるからだよ。人は分かり合える。だからこそ憎しみも乗り越えられる。そうですよね、隊長。宇宙世紀0080、1月1日、この日地球連邦政府とジオン共和国の間に終戦協定が結ばれた。それこそが互いのなすら知らず戦い続けてきた二人の兵士が待ち望んでいた答えだったのかもしれない。かくして戦いは終わりを告げ、戦争によって作られた多くの悲しみを背負い、そして希望の未来へと歩み出す。後に一年戦争と呼ばれたこの戦いによって残された大きな傷跡さえも人々は乗り越えていくだろう。そうして時は流れゆく、永遠とともに。